天丼は、丼鉢に盛った飯の上に天ぷらを乗せた、日本の丼物。天ぷら丼の略称であるが、今日ではもっぱら、天丼と呼ばれている。食器を重箱としたものは、天獣と呼ぶ。昔ながらの江戸前の天丼天ぷら専門店や蕎麦屋、また割烹料理店や大衆食堂、弁当屋などは食を扱う飲食店全般で、提供される。天丼を専門に扱う。 天丼専門店も存在する。天丼の誕生については、江戸時代の末期とする説があり、新橋にあった、橋しの前身である蕎麦屋の屋台を講師とする説や、現存する店の中では、最古の天ぷら屋とされる、浅草雷門の三帝を先駆けとする説が唱えられている。また、明治時代に開発されたという説では、天丼は1875年頃に、 神田丹野町の中野という店舗で発明されたものとしている。天丼の価格は、明治20年には3銭、大正8年は25銭、昭和12年は40銭程度であり、東京の庶民に古くから親しまれてきた日本流のファストフードである。揚げたての天ぷらを煮立てた甘辛い丼つゆにどっぷりと浸して、丼飯に乗せるのが、 伝統的な江戸前天丼の作法であるが、全国的には天ぷらを乗せてから、丼つゆを回しかけるスタイルの方が多く見られる。立ち食いそば店などでは、揚げ置きの天ぷらをつゆで軽く煮て乗せる。あまり一般的ではないが、味付けが塩だれであったり、ごま塩や別天のつゆを各自の好みでかけさせたりする店もある。丼つゆは、通常、醤油、みりん、砂糖などを合わせて煮切った。 濃い目のものが使われる。店によっては天ぷらが真っ黒となるほど濃いものもあり、黒天丼と呼ばれ、名物となっている例もある。天ぷらの衣も揚げたての食感を尊ぶ店もあれば、素早く蓋をして、しんなりさせ、出前の味として供する店もあり様々である。かき揚げ丼典型的な、蕎麦屋の天丼白飯に天ぷらを乗せた丼のは、 基本的にすべて天丼と呼ばれるが、単に天丼として、メニューに載る場合はエビ、イカ、キスなど魚介類の天ぷらをメインに、小海老、小ジ、イカ、ツ葉などを用いた小ぶりのかき揚げと、彩りとして、インゲン、シシュトウ、ナス、カボチャ、レンコンなど季節に応じた野菜店を一から二種添えるというパターンが多い。ただし蕎麦屋の天丼については、天ぷら蕎麦と同じように、 大きめのエビが2本だけという昔からの定型的な様式が存在する。多くの店には上天丼というメニューがあり、大ぶりのエビやアナゴが乗るなど、種の数や質が向上する。また、天ぷら専門店においては、種となる天ぷらの種類によって、エビ天丼、アナゴ天丼、イカ天丼などのバリエーションも用意されており、好みの種を指定して作るお好み天丼のオーダーも可能である。 これらとは別に、独自に、地元の食材を種や、丼ぶりつゆ、薬味などに使用し、町おこしのためのご当地グルメとする例も散見される。漫才や、コントなどにおいて、同じことを二度、またはそれ以上繰り返すことで滑稽な効果をもたらす、ことを、芸人の不調で、天丼と呼ぶ。これは、同じネタを並べるという意味の掛け言葉で、天丼には必ずエビが2本乗っているのが、 お約束であることが語源とされるが、ダウンタウンの松本人志は、かつて、フランス座で演じられた、天丼の出前が来ないというセリフを忘れた頃に、繰り返すネタが元祖であるとの説を主張している。ありがとうございます。